どうも、ふふやです。ということで今回は、とんでもない能力を使える世界にやってきました。まあ普段はね、まあ剣とかでこうやって叩いたりしてるけど、なんと今回は、魔法を使える世界にやってきました。で、これがまあ魔法の書なんだけど、今回その魔法を使うために、まあこの世界のあらゆる場所に、こういった呪文書が隠されてます。まあちょっとじゃあまずこれをつけてみようか。これを、こういうなんか机で、この本にこのページを書き込むと。いうことで、はい。こんな感じで、まあ、これはまだまだ弱い魔法なんだけど、このバーニングダッシュっていう魔法を覚えたね。ちょっとじゃあ使ってみるか。あ、ちなみにこの右下の満腹度ゲージの上にあるやつが、マナっていって、魔法を使う時に消費するゲージだね。いきます。バーニングダッシュ、すごいなあ、しかもこれ 5.6 ダメージって書いてある。そう、ちゃんとだから攻撃技にもなってるんだ。おー、すごいすごいすごい、意外と強そうな技だ。まあ、こんな感じで今回は、まあ、いろんな魔法を見つけて、で、とんでもない能力を使っていくっていうサバイバルだね。まあ、そしてこの呪文書のありかなんだけど、まあ、それはいろんなチェストとかから出てくるっぽいね。まあ、なんでその建物も探しつつ、まあ、今回の目標として、魔法の世界の王をね、討伐していきたいと思います。やっぱ、魔法の世界の王は俺でしょう。ということで、あったね、建物。そう、こういう建物から呪文書をゲットできるっぽい。まあ、でも村より先に見つけてしまうとはな。村もある！ピリザーもいる！まずい！んー、くらえ！バーニングダッシュ！あ、燃えてる。いや、牛が燃えてるんかい。やばい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 。どうしようどうしよう。バーニングダッシュ！よしよしよし、燃えた。ちょ、待って！やばい！バーニングダッシュ！いやー、死なないんかーい！いや、これで決める。バーニングダッシュ！決まんない。あ、よいしょー、オッケー。まあ、こんな感じで、まだまだ弱いね。で、まあ、村もね、あるんで、ちょっとじゃあ先にゴーレム倒すか。鍛冶屋もある。さあ、ダイヤでもいいよ。あー、うん。まあ、こういうところにも、まあ、呪文書は入ってるっぽいけどね。嘘だろ。嘘。やめろ、やめろ、やめろ。あ、やめ、大将じゃねえか。ちょ、いろいろやばい、いって。よし、これで、鉄剣も作ったんで、じゃ、とりあえず、まず、そこ侵入してみるか。ちょ、なんでもいいから、なんか呪文書欲しいな。あ、そしてこれ、今回、すごい大事なアイテムになってくるっぽいね。だから、このなんか青いやつどんどん探していきたいんだけど、あとこういうインクとかね。これも、なんか呪文書とかを作る、重要なものらしいけど、ゴーレム！お前ここにもいんのか？ん？待って。X の音がする。え、ここ、なんかピリジャーもいたけど、襲撃メンバーいそうだな。大丈夫か？俺、耐えられるかな？まあ、いいや、ちょっとじゃあ入ろう。で、帽子がある。で、どっちから入ればいいんだ？ん？初見台。はい。あ、こっちは上に登る階段があるね。さあ、あ、チェスト。はい。お、エメラルド！そして、あったね、呪文の書。へぇー。あ、馬を召喚できるらしい。こういうのもおもろいね。で、まあ、呪文の書にも、もちろん強さとかもあるんだよね。だから強い呪文が欲しいんだけど、まあ、ここでまずちょっとじゃあつけてみるか。はい。これが、馬召喚の技だね。はい。50マナ消費。うおー！はい！わー！なるほど！やべ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 。あ、すごい！乗れるわ、最初から。へー。これでもなんかすごいいい移動スキルだね。で、まだまだね、上がありそう。あ、ここもなんかある。え、ブレイズロッドだ！なんかいろいろあるね。こういう隠れてる棚。危ねえ。俺じゃなきゃ見逃すところだったな。はい。おー、すごい。食べ物とかもある。そして、うわ、びっくりした！なんやお前！いや、エボーか！お前がベックス出してたんだ。消えたー。え？逃げた？嘘でしょ？え？違う！痛すぎ！強い、強い！やばい、やばい！これ、これまずい、これまずい。はー！ずるいって！おい！お前！1対4。ちょ、待って。ん？あれ？いなくなってる。なんか、降りてる？いや、これは、追うしかねえよな。いる！さあ、これ、落とせ！痛い！待って、落ちた？どう？倒した？あ、倒してないっぽい。お前、はい。こいつなんか回復もしてる。なに、なにその魔術！え、こいつも、ちゃんと魔法使いってことだな。え、すごい！シールド貼ってる！あー、これで俺、押しつぶされたのか。そして、こいつ回復してんね。魔女みたいに。うわ、やばい。よー、危ねえ！倒した！よし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 ！普通にエボーカーの技も使ってきたな。危なかったー。ちょっとベックスから逃げよう。
さあ、そして、じゃあ一応頂上にある樽も取って、あ、なんか弓とかも結構あるな。おわー、これ嬉しい。これマジでたくさん欲しいからね。そして、あ、これも、ん？あー、同じ馬の書だ。ただでもちょうどよかった。俺がつけた馬の書ってこれなんだけど、ほらこれね、レベルが違うんだよね。で、レベルが高いとその分能力も強いから、まあ、こっちにしてみようか。まあ、あと、あ、ビックスを召喚する呪文書もゲットしてる。はい、オッケー、いいねー。これでまた少し強くなったな。で、これ、馬を召喚して、はい。これさ、降りたら大丈夫そう？あ、いや、全然大丈夫じゃない。いてー、いや、ただ逃げろ。あ、足早いわ。ま、洞窟行く前にもうちょっと地上見てこう。いや、ただ馬がいるとマジで足が早い。お、なんかある。これまた新しい建物だな。そしてね、ここ山だからね、下になんか古代都市とかもあるかもね。まあ、とりあえず最初ここ行こうか。さっきの場所なかなかに強かったぞ。まあ、だから、この、ちょっとベックス召喚してみる。ベックス召喚！お、あ、2匹出してるね。そして、あー、ご丁寧に階段がある。さ、じゃあ、ここの、まあ、誰の家かわかんないけど、まあ、おそらく、ここにも呪文書があるはず。うわぁ。まだまだ上か。あ、そして待って。これね、エメラルドじゃねえや。これアメジストだね。アメジストとかも結構大事になったりするっぽいね。で、ああ、すごい、アメジストたくさんある。いや、助かるな。なかなか見つかるもんじゃないからな、アメジストって。お！ここは呪文を書き込むところ。そして、まだ上があるってことは一番上に何かがあるね。二つの呪文書があるね。これは？おー、なんか、8ダメージって書いてあるから、結構強いかも。そして、これ。わー、これ、めっちゃ強い！よしよし、ラッキー。で、なんだ？こことか何もないのかも。ん？あ、樽あるじゃん。え？なんだ？あ、エンチャント本だ。そして、あ、ここの、革の靴も取ってこう。さあ、じゃあ、これで、本に、全部書き込んじゃうか。はい。この二つを書き込んで、まあ、一応5個埋まっちゃったな。まあ、ちなみにこれは、技を取り出すことも可能だね。さあ、ということで、ちょっとじゃあ使ってみるか。じゃあまずはこの、アイシクル。どっちとも多分氷系の技だね。いきます。アイシクル。お！え？こんな素早く打てて、8ダメージ？え？めちゃくちゃ強くない？ええ。しかもマジで当てやすい。え、いい技見つけた。そして、こっち、アイスブロック。これ60マナ使うけど12ダメージって書いてある。いくぞ。アイス、ブロック。え、なにこの、え、うわーこれ強い。あー、なるほど。もう、ほぼ必中みたいなもんだね。ゾンビとかも、あ、いや、むずーい。いて。えい、いいぞ。あ、で、あ、ベックスもそっか、攻撃してくれんのか。いや、いい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 。いや、全然強いな、俺。で、まあ、スケルトンも、あ、なるほど、こうやって、はい。いいねー。お前はもう死ぬぞ。あ、生きてる。まあ、ということで、まあ、さっき言った通り、まあ、ここ山なんだよね。で、多分、下に古代都市があると思うから、ちょっと掘って見つけてこうかな。古代都市ね、たくさんチェストあるからね。よっしゃ、ここら辺でいっか。おいやっ、あっぶね！すげえ！ピンポイント！しかも今見た、バーニングダッシュで落下ダメージ消せた。そして、ラッキーダイヤだ。やばい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 。ちょっと、ここまでピンポイントに落ちるとは思わなくて、めちゃくちゃ鳴らしまくってる。これでもね、チェストたくさん漁りたいんだけど、大丈夫かな？お、そしてダイヤも結構ある。やっぱ古代都市はいいな。そして、チェストは、おーっと！まあ、こういうね、素材も嬉しいし、あとは、あ、この残響のかけらとか、あとは、はい。あ、耐久力か。まあ、一応、まあ、あって損ないからな。はい。おー、あー、いいね！このね、インクっていうのがまた強い。あと、あ、え、ドラゴンブレスの呪文書だ。マジか。これ、超強い。ドロップ増加3じゃんラッキー！え、待って、めちゃくちゃいい。ダメージ増加2もある。さすがだなぁ、ここ。あ、ここも2個だ。ヒーリングサークルだって。絶対回復技じゃん。そして、うわぁ、ブラックホール！さあ、そしてね、これね、レジェンダリーって書いてあるじゃん。今回、この、俺の呪文書は、このレジェンダリー、使えないんだよね。このエピックってやつまでしか使えない。エピックの次がレジェンダリーだから、この呪文を使うために本を強化させる必要があるね。いや、マジか。いや、これはでもめちゃくちゃ強い技だから嬉しいな。そして、ん？あ、
ネックレス。あ、来た、レジェンダリーインク。持ち物がたくさんすぎる。ガストって書いてある。待って、魔法もたくさんあるな。本来魔法用語を言えるシュルカーだったんだけど、ここにちょっといろいろアイテム入れちゃうか。あ、やばいわこれ。やばいなー。なんだ、もうよくわかんないが、これも取って、ちょ、うまー、うまー、うまいよ。いけよ、いけよ、いけよ。ふっ、はい、逃げるぞ、うま。あー、危ねえ。いや、お前がいてくれてよかった、マジで。よし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 、早すぎてウォーでも見失ってるぞ。あー、もうどんどん出てきます。いや、でもね、マジで古代都市うますぎるからもっと取りたいけど、もうでもだいぶ取り尽くしてしまったかもしれないな。やばい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 。ダメージ軽減4。あ、なんか、さすがにやばいわ。ごめん。いや、でもめちゃくちゃいい呪文書はゲットしたぞ。よし、じゃあこれでまず、ちょっといろんな技セットしてみるか。さあ、俺が古代都市でゲットした呪文、その1。なんだこれ、ルートって書いてある。いきます。ん？なんかターゲットが必要らしい。じゃあ、鶏。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。はい！あ！すごい！これで、なんか、あれか、動けなくするっていう能力だ。これでもなんか、ウォーデンとかにやったらめちゃくちゃ強そうだけどね。そして、ヒーリングサークル。いや、これは名前わかるけど、100マナ使うんだ。もう全部使うじゃん。まあ、それだけ強い能力っていうことだな。はい。あ、やべえ、あそこにできちゃって。あそこに中にいる人たちを回復すると。そして、ブレッシングオブライフ。いや、全部かっこいいんだよね。あ、これも相手だ。クモいるじゃん。じゃあ、ブレッシングオブライフ。はっ！は？まあ、味方とかを回復させるやつだな。まあ、今回の俺はいらない。そしてこれ、ガスト。ガスト。あ、相手をめっちゃ吹っ飛ばす技だ。で、ドラゴンブレス、これ13マナしか使わない。あ、なるほど。そういう継続ダメージね。ということで、まあ、思ったよりかもな。まあ、このブラックホールが気になるけど。あ、そして、このインクの使い方なんだけど、これはこれを使うんだよね。まあ、このインクを使うことで呪文書を作ることができて、まあ、このエピックのインクで書くと、エピックの能力の呪文書を作れると。で、この紙とこのインク、そして呪文の属性っていうのをアイテムで決められて、アメジストとか残響のかけらとか、まあ、あとブレイズロットとかエメラルドとかも使えるんだよね。ちょっと残響のかけらでいくか。はい。で、あ、ダメだ。残響のかけらは多分能力が強すぎて、この、あ、レジェンダリーのインクでしか技が出ないね。あ、ほら、ブラックホールとかね。そういう強すぎる技とかもある。エメラルドとかは？いや、強そうだが、あ、これとかはエボーカーの、あの、下から牙みたいなやつが出るやつだね。うわー、なんか迷うな。あ、そういえばさっき取ったこれ。これも、雷の能力になるんだよね。お、強そう。強そう。じゃあ、ライトニングボルト。かっけえから、これ作ろう。はい。まあ、もう一個はじゃあ、ブレイズロッドで、火属性の一番強そうな、ファイヤーボールでいこうか。はい。いや、この二つはね、多分もう強いことが決まってるね。よし。これで、さあじゃあ、使ってみるか。ファイヤーボール。いや、溜めが長いってことは、うおー、これ強いね。攻撃力も、11。そしてこちら、ライトニングボルト。うわあ、これ一瞬で出るんだ。で、攻撃力これも一瞬なのに10。まあ、ただやっぱマナ消費多いな。さあ、ということで、なんだここ。なんか村に来たら変な場所ある。いや、これ多分味方だな。なんだ、なんか変なやついる。ライトニングボルト。うわあ、範囲広い。痛い痛い痛い。死ぬ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 。朝にして、いや待って、とんでもねえやついるな。あ、燃えてない。じゃあね、俺もやるしかねえな。おー、これドラゴンブレス。いや、ドラゴンブレスやっぱ強えわ。もし待って、鍛冶屋は？あ、ダイヤーラッキー。とりあえず、ドラゴンブレスで、オッケー！え、強ドラゴンブレス！あ、ラッキーラッキーラッキー。なんかめっちゃ手に入れた。あ、で、そっか、さっきネックレスとかも、なんかつけとけばいいことあるから。はい。お、レジェンダリーインク。そして、じゃあ、ここは何だったんだ？お、チェスト。あ、でも、やっぱ魔法使いの家だったっぽいね。まあ、こんなもんかな。さあ、ということで、ちょっと防具作りたいな。なんで、はい、鍛冶台作って、なんとこの世界、革の防具に、この、魔法の素材を強化させることで、こんな感じで、魔法使いの服を作ることができます。で、そう、これはね、はい、まあ、着るとわかるんだけど、マナが100から200になったね。こんな感じで、なんか、弱そうだな。ん？
そして待って、エピックのインクでなんかおもろい魔法作れた。これエンジェルウィング天使の羽。おお、すごい。これね、エリトラとして使えるっぽいわ。だからこれでなんかネザーとか割と簡単に動けそう。いいねこれで。じゃあこれでドロップ増加もつけたんで、もうじゃあネザー行くか。よっしゃ、これでもうネザーもいけるね。あ、その前にじゃあ火薬と紙でロケット花火。お、21個もあればこのエンジェルウィングで飛び回れるぞ。よし、これで待って、バーニングダッシュでつくかなさすがに。いくぞ、ファイアボール。あ、ついた。さあ、ついたぞ。もうじゃあエンジェルウィング使って飛び回ってみようかな。いきます、エンジェルウィングで。これ今ね、60秒間羽がついてるっぽいんで。あー、すごいすごい。いや、マジでエリトラと同じ。あ、めっちゃ近くにあるやんエンジェルウィングいらなかったかもしれない。まあでもこれでまずブレイズを倒そう。まあしかもドロップ増加がついてるから、はい、これでんもう10本、まあ、エンド行こうと思えばもういけるな。あ、てか、そう、今日は、ああ、さっき言った通り、このブラックホールを使いたいので、本を進化させるために、エンドに行きます。まあ、いつも通りか。やっぱ意外とね、防御力がない。こうやって、チラッて覗いて魔法を打つ。はい。いや、でもこれもね、かなり強いわ。ん？あ、俺と同じ本だ。ああ、死ぬ！そう、こんな感じで本をゲットできるんだけど、まあ、強ければ強いほど、こう、セットできる呪文量とかも増えたりするからね。さあ、じゃあこれで、エンジェルウィング。さあ、じゃあ、青森、いや、あるんかい。いや、今日何でもあるな、マジで。よいしょ、エンダーパールもたくさん落ちるな。まあ、じゃあこれで、またサクッと集めていくか。はい。あ、待って、これもうあと一体じゃね？いや、どんな魔法よりドロップ増加強い説あるな。はい、これで、あと一個。はい、オッケー。あれ、確かネザーにも、なんか建造物みたいのがあるっぽいんで、それも探していくか。じゃあ、これで、はい。まあでも、エリトラと花火さえあればね、まあすぐに見つかりそうだけどね。え、てか待って、これじゃね？お、あ、ここだ。いや、近すぎるって、やっぱ。すごい、全部が密集してたら。なんだ、でっかいネザーゲートに、あ、これ何？え、ネザーライト？ちょっと待って。あー、やべー、なんか起こしちゃった。アイシクル。いいね、いいね。うわ、近づいてきた。ドラゴンブレス。やばい。マナ消費が激しいが、その分効いてる。で、でもこれね、ネザーライトアーマーだから、やっぱ硬そうだね。でもこいつ接近戦しかしないから、うわー、めっちゃ近づいてきた。あ、勝ったー。あ、これを手に入れた。これはまた別のアイテムで使うっぽいね。まあ、だったり、俺は見逃さなかった。ここに、樽があること。まあ、こういう樽に、魔法書が入ってない。ウィザースケルトンの頭、見なかったことにしよう。特に何かがあるわけではないのかな。なんもないっぽいわじゃあ帰るか。まあこれで一応エンドに行けるんだけど、その前に多分ね、もうちょっと強い防具が作れるんだよね。それに必要なのがこの魔法使いの世界の素材に、真ん中に羊毛かな。はい。で、この素材と、実は結構なんか強いモブから色々落ちてたこの鍛冶型みたいなやつだね。これをね、使うことで、じゃあまず、はい、これで足ができます。あとはこれで頭装備かな、つけてみるか。はい。おー、魔法使いに近づいた。どんな帽子の被り方。ただこれは一つだけで、ほら、マナが100増えるんだよね。つまり、ほら、めちゃくちゃマナー量増えました。まあ、あとはこの、胸とレギンスも作りたいけど、まあ、ちょっとその分素材がいるからな。まあ、じゃあこれで、エンド、行ってみるか。はい、こっちね。まあ、残った花火は、こうやって使うよな。よいしょ。どうだ？おっと？これはもう近いね。ここだー！さあ、じゃあ、エンドラ倒していくか。おい、着いた。で、多分ここのチェストとかにも呪文書が入ってると思うんだけど、あ、いや、まあ呪文書はないか。ああ、そしてポータルあったね。はい、これでエンドに行けるけど、なんかエンドラに最適な呪文ないかな。まあこんなもんかな。まあ、エンドクリスタルを壊したいから、割となんか飛ばせる魔法多めだね。ということで、行くか。さあ、来たぞ。
あ、これまずじゃあエンジェルウィングで、いやこのエリトラマジで便利だな。一番高いところまで飛んで、あ、まあここら辺でまず行くか。で、あ、着地が大事。よいしょ、オッケー。で、壊すと。で、これで、じゃあこのアイシクル、どれぐらい飛ぶ？あ、意外とまっすぐ飛ぶこれ。えい。おー！え、これめっちゃいいじゃん！え？超まっすぐに飛ぶから、ほら、どこでも破壊できる。だから、はい。はい。いや、これめっちゃ便利だ！いや、毎回ね、結構苦労するからね。はい。これね、柵以外壊れたんじゃない？うん、壊れてる。そして、これね、多分柵、貫通しないよな。そういう時に、ファイヤーボール。これがあれば、これさ、呪文を話す時なんか腰フリフリするのおもろいな。だが、はい！ダメなんかい。じゃあなんだ、ライトニングボルト。ライトニングボルト！うわははは！これか！え？完璧です。呪文選び間違いなかったな。はい。ライトニングボルト。よーし！さあ、これでもう倒せるね。じゃあなんか、ファイアボール。あ、ファイアボールは、溜めるけど当てやすいね。で、このアイシクルね、ちょっと遅いんだよね。えい。えい。ただ、マナが増えたから、結構打ち放題だな。うん、当たんないけどね。これで、じゃあ真ん中に来たんで、まあ、やっぱ、なんだかんだ剣の方が入るな。さあ、真ん中来るぞ。その前に、ここ当て放題だね。まだか、待って、エンジェルウィーング危ねえ。まあ、これで終わるんじゃないかな。よっしゃ、これでエンドラ討伐！あ、これ拾え。よいしょ。オッケー。これドラゴンの鱗が6個取れたね。実はこれを本の強化のために使うんだよね。ってことで、無事エンドラクリア。さあ、ということで、まあ、ちょっといろいろ必要なアイテムをゲットしてきたので、これでちょっとじゃあ最後の準備するか。じゃあまずは、はい。これで、チェストプレートは作れる。いや、まあ、レギンスだけ作れないけど、あ、でも見た目めっちゃいいかも。っていうのと、やっぱこのドラゴンの鱗を使った、この黒曜石と、あとこれ古代都市でゲットできる本を使うと、こちら、ドラゴンで作った本ができると。で、これは、もうブラックホールとかのこのレジェンダリー。まあ、つまりは、伝説と呼ばれる呪文を使えます。はい。で、しかも、これ、ほら、10個の技をはめられます。で、じゃあ、エンチャントとかもして、まあ、ちょっとまた新技とか作ってみるか。さあ、じゃあこれで5つほど技をね、追加したんで、これちょっと見てみるか。まず1つ目、HP を吸収する技。おお、めっちゃ回復した。そして、なんだこれ。えい。ん？なんか、はい。おお、俺がモブを呼ぶ技。いや、でも、お前らゴーレムに勝とうなんて、それはさすがにできないな。そしてこっからすごいね。はい。隕石を落とす技。これしかも、あー、いて！ま、マナが尽きない限り一生使えるね。そして、この、はい！触手を生やす技。この技マジでとんでもない。すげえ！ゴーレムとかも余裕で倒せる。ちなみにこれと、あと最後のブラックホール。これはとんでもない技だけど、あ、ちょっと待って。ブラックホール、マナが足りなくて使えない。せっかくここまで強化したのに。いや、これはでもどうにかなるかもな。さあ、これで青いやつと鉄で、なんかインゴットが作れるんだけど、これを4つとダイヤで、はい、できた。マナが増える指輪だね。よし、これでマナを100増やして、オッケー！ 525 になったから、これでブラックホール使えるぞ。さあ、じゃあこれでブラックホール行くぞ。一番の大技。ブラックホール！いや、溜め時間長い！すごい！なんか、映像のポーズ変わってる！そして、どうだ？は？え？あ、ブラックホールができて、ここで周りにいるモブが吸い込まれるのか。なんか、一体しか吸い込まれないから、地味な感じになっちゃったけど、え、多分これ相当強いぞ。ちょっとじゃあゾンビに試してみるか。あ、でもやっぱ映像時間長いの大変だな。ここ！おわははははえ、すごい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 、あー、どんどん集まってきたら入ってくる。おーおーおー、すごー。え、ガチで最強の技じゃないこれ。あ、そして何もいなくなった。いって、びっくりした。さあ、これで10個の呪文が集められたね。いや、細かすぎて使い分けられんて。さあ、そして、ラスボスを倒すために必要なのが、
このコンパスだね。で、このコンパスに向かっていけば、ラスボスがいる場所に行けるらしい。まあ、じゃあこれでラスボスに挑んでみるか。あ、待って、え？ここじゃない？あ、ここだ。ちなみに、ボスは、地下です。だからエンド要塞みたいな場所が見つかるはず。お？え？本当にエンドみたいな場所あったんだけど。ここか。あそこが多分ボスの間だ。なんか、何か、めちゃくちゃ強い呪文書とか。あーでもまあ一応なんか樽とか隠されてはいるけど、まあそんなもういいのは入ってないっぽいね。え、なんかありえないスケルトンも湧いてる。なんだここ、え、あ、なんかチェスト隠されてる。はい、え、全然良くない。いててててて、なんかすごい場所だなここ。変なとこ、え、ラベシャ監禁されてる。マジで何なんだここ。さあ待て、ここがやっぱ王の間だ。だけどゾンビが多すぎやしないか。はい、これで倒しつつ、まあ、でもおそらく無限浮気なのかな。よし、これでじゃあ挑むか。どういう感じで起こせるんだ。起きろー。いや、これはやりすぎか。とりあえずまずベックスとか召喚させて、まあ、なんか召喚できるやつは先に召喚させた方が得な気がする。あ、敵か味方かわかんねえ。もうこれ、これで起こすぞ、魔法の世界の王を。はい、え、あ、起きた。これでいいのか本当に。どんな魔法使うんだ。あれ、なんか俺がブラックホール撃った時と同じ手の形。え、エンダーマンみたいなやつ来た。くらえー。あ、これなんかめちゃくちゃ隕石みたいに落としてるけど、あんま当たんね。毒だと。どんな能力。うわ、それも多分魔法だ。うわー、俺が使えない魔法を使ってくる。え、これ待って、やば。これちょっと回復の、ここヒーリングサークル、ここの中は回復 しまくるからね。え、これ待って、でもなんかこいつめちゃくちゃダメージ食らってない？ん？なんでだ？最大の技一つ目、いけ、触手入ろ。あ、オッケー、食らってるんじゃない？あべ、え、俺の触手攻撃入んないんだけど。いや、ただこれ分かった、ベックスがめちゃくちゃ強いわ。いって、ちょっとタイム、やべ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 。一回俺はここで回復しつつ、さあそこの位置完璧かもしれない。いけ、間に合え、この栄翔、ブラックホール、いけー。いった、すげえ、周りのモブもやばいやばい、抜け出してきた。さあ待って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 、ここでやられるわけにはいかない。ただいいんじゃない、いいんじゃない、倒したー。ブラックホール強っ。あぶねえ。は、待って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 、え、なんか復活してね。いや、一回じゃやられない、これ第二形態なのか。やばい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 、復活の呪文を覚えているとは知らなかった。いや、ただね、ブラックホールがいい感じに効いてる。さあ、ただ、これで、ブラックホール解除。空飛んでるよ。いや、これは、触手！うわ、すげえ狭い空間に出してしまった。こっち来るんかーい。はい。やばい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 、これ逃げろ。ただ、ブラックホールは、しばらく使えない。スターフォール！さあ、俺に近づけるかな？え、でも全然当たってねえんだよな。いけ、ゾンビたち。いや、このね、ベックスがマジで優秀だから、とりあえず出しとこう。そして、あいつなんかずっと通路にいる。ここ、もしかしてブラックホール対策してる？なんか、でもよくわかんない場所にハマってる。いた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 、ずるいぞ、それ。そして、こいつ本当にすげえ場所にいんな。くらえ！だが、その狭い間で、触手くらえ。いい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 い。狭い間で、うわ、後ろ来るんかーい。あ、俺のモブか、こいつら。いけ、ドラゴンブレス！行くぞ！で、ちょっと悪いがモブを盾にして、はい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 、いいいいいい、スターフォール落ちろー、いけー、よーし、うわー、すげー、倒したー。さあこれでラスボス倒せたね。いや、でもやっぱ俺が持ってる呪文が強すぎたわ。これで魔法の世界の王になったと。なんかこの杖もらったわ。なんか、おお、アビサーの頭出てくる。しかもめちゃくちゃ強い。よっしゃ、俺が次に来る魔法使いと戦おうかな。まあ、みんなもね、魔法いて、魔法の世界に来たら、この俺を倒してみなさい。まあ、みんなが来ることをね、俺は待ってるわ。ってことで、バイバーイって言いながら、これ、えげつない魔法を打ってるっていうね。